ます。ぜひお時間ある方、お写真撮っていただけますと幸いです。なお、T シャツをご購入いただいた方の特典ですが、こちらにて決定をしております。優勝者との撮影会の特典、あった方はこちらに決定いただけますと幸いです。続いて参りなさいね。じゃあハウス最後に
ナブさん、コングラチュレーション。今の気持ち聞いてみましょう。 How are you feeling right now? ものすごくいい気分です。すごくハッピーですと言ってます。 Well, as you said, you were in the finals last year and then you were in the finals again. How did you feel? まあ去年もね、ファイナルラウンド出場して残念な結果になってしまってからの今年、優勝ということですが、そのあたりいかがですか？そうです。去年残念ながらファイナルで負けてしまったので悔しくて、だから、絶対に戻ってこなきゃいけないと思って今回日本に戻ってきて、ナッツライブ再チャレンジして勝てたので本当に嬉しいと思いますということです。この喜び誰に一番伝えたいでしょうか？ Who do you want to tell your feelings and the fact that you won first?Congratulations, because now here in Japan, for me, that is the most good concert in the world. So, you know, so that's why I came here to dance with Japanese dancers. But I have to see today, because all the time I surrender, but yeah, it was very nice. Very important.実はもうすでに家族には勝ったことを伝えましたさっきということです、家族にもこの嬉しい気持ちを一番に伝えました。なぜ日本が、そんなに僕好きかというと、日本のダンサーは本当に世界一だと自分は思ってるので、そんな日本の、こういうコンテストで、まあ、バトルで勝てたことは自分にとってもすごく大きいことなので嬉しいですということです。じゃあ最後にファンの方にメッセージをいただきましょう。日本にも大勢いますからね。So, could you tell, comment to your fans in Japan? Yeah. I want to come back again, because for me now it's too short, but I will come back to request you to join for the Japanese dance contest. Now I know when I come back in France, I'm going to practice very hard, because here the weather is very hard, so I'm going to practice very hard.日本の皆さんに言いたいのは、また絶対僕は戻ってきます、そしてフランスに帰ったらもっともっと練習します。なぜなら日本のダンサーは本当にレベルが高いので、自分ももっと練習しなきゃいけないと思うからです。でまた帰ってきて皆さん、日本のダンサーの皆さんと一緒に踊ることを楽しみにしていますということでした、ハウス優勝マムさん、おめでとうございました。 Thank you! Congratulations! じゃあ次ブレイク行こう。まあ皆さんね、なんかね、一戦どんだけですか？2連覇ですよ。おめでとうございます。今のお気持ちは？そう、嬉しいです。さらっと言うよね。そしてさらっと優勝するよね。決勝戦前のコメントではまだ勝たせんぞとね、言ってたわけですけれども、まあ対戦相手はなんだろう、弟分と言える言うことだと思うんですけど、実際今先輩の壁の高さを証明した形になりましたが、どういう気持ちで挑んだんですか？そうですね、もうやっぱりずっと一緒にいた仲間で、もう本当に大人から話したっていうのは、もうそうですね、10年くらいは渡してみますね、これで10年来ましたね。だってまだ今、19、20歳？今年20歳だよね。これからまだまだ脂が乗った時期がやってくると思うんですが、来年もまた来ますって言ってました。また阿部さんの目指していただきたいと思います。この喜びってもう誰かに伝えたい、一番最初に誰に伝えたいですか？親父ですかね。お母さんと親父かな。すごく応援してくれてる。そうですね、いつも応援してくれてる。もし現場に来れなかったんで、ぜひ応援したいと思います。すぐに教えてあげてください。で最後にファンの方にぜひメッセージをお願いします。これからも頑張るんで、ぜひ応援よろしくお願いします。ブレイク優勝一戦ありがとうございました。さあどんな気持ちで、続いては韓国競技大会、はいはいはい、ヒップホップいきましょう。ヒップホップ優勝はキャンドゥ、おめでとう。キャンドゥはもう大変ですよ。2009年、2011年、2014年に続く4回目の優勝でございます。拍手。4回目は今日ジャッジしてくれましたシュプリームグッドマンのおさむさんと並んで最多記録らしいです。そうですね。ね、なんかすごいなんか感動ですね。おさむ君は。
た。前日予選からなのね。そうですね、まあ出るのは結構こうね、で、ね、ピピ先生の腰もあって、ね、なんかこう前日予選で参加してないんで、なんか本当に自分の楽しくて、なんか挑戦しようと思って挑戦しました。こういう感じで、いい感じで、すごい嬉しいですね。素晴らしい、前日予選から上り詰めたわけですけど、踊り終わった後出し切ったぞって顔してました。実際決勝戦踊っててどうでした？もう安くもね、すごい良かったんで、なんか、あ、どっちだーって言ったんですよね。あ、こっち、あ、やったーみたいな、そういう部分があって、なんかすごい、いい試合でしたね。本当にどっちが勝つのかわからない白熱したね戦いだったと思いますが、この喜びじゃあ第2番に伝えましょうか。まあ仲いいメンバーに、はい、チームメンバーに応援に来てましたね。そう、ありがとうございます。じゃあ拍手が起こりましたけど、このチームメンバーも含めて応援している皆さん、ファンの皆さんにコメントお願いします。皆さんどうもありがとうございました。まだまだこの前向きにこう頑張りますので、よろしくお願いします。今回の優勝はキャンドゥ、おめでとうございました。はい、お待たせしました。ラストは、はい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 、もうモンスター来たよ。オールスターズ優勝はウマロー、拍手。すごい、でも今日一発ですげえまたさらにファンが増えたんじゃないですか。優勝した気持ちを教えてください。とても嬉しかったです。なんかびっくりしてます。本当にびっくり？予想外っていう感じですか？そうですね、言った通り誰も想像しなかったと思うんで、僕も想像しなかったです。そっか、じゃあ今日はもう優勝狙いに来たっていうよりはすごい楽しそうに踊ってましたけど、楽しみに来たみたいな気持ちだったんですか？そうですね、まあ、もちろん優勝もしたかったんですけど、ここまでできるだけ自分のダンスが面白くない、自分が楽しく踊れるように、ちょっと挑戦してきたんで、それをやってみたいなっていう願望だけあったんで、まあ、それで優勝がついてきて、まあ、嬉しかったです。もうあの決勝戦だけじゃなくてセミファイナルも歴史に残る名勝負がいっぱいあったと思うんですけど、今日一日通して踊ってみて楽しかった、どんな気持ち？辛くない。楽しかったです。だいぶ楽しかったです。伝わってきました顔からも。じゃあこの喜び誰に一番に伝えましょうか？嫁と子供に伝えたいです。どう見えた、どう見えた、嫁と子供がいるの？そうです、馬はいくつの馬なの？27歳、最初の違い。お子さんはおいくつ？2歳半ぐらいの。かわいい盛りじゃないの。今日応援に来てたんですか？来てます。どこいる？座って、奥、近く、あ、末席に座ってんだ。ヒーローインタビューとか別にあんまりいいんだ、パパの。そうかそうか、待っててって言ったんだ。じゃあ、お子さんにも誇れるね、パパかっこよかったっつってね。じゃあ今夜は家族の仲良くお祝いしてください。じゃあ最後にファンの方、今日で本当にまたさらにいっぱい増えたと思うので、ぜひメッセージをお願いします。これからも頑張ります。楽しくします。楽しみにしてます。オールスターズの優勝はウマ、おめでとうございます。ということで改めてダンサーライブヒーローズ2017全ての優勝者、覇者たちに大きな拍手を、おめでとうございました。ということで以上でヒーローインタビューを終わりたいと思います。この後は、写真撮影がありますので、スタッフにマイクを渡します。優勝者の方、このように写真撮影入ります。段取り入ります。少々お待ちくださいませ。上からのツーバックとドセンターに入った人からのツーバウト。